有限会社大阪イニオムの北村由志と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校医療の販売、会社制服の販売をしております。何かお探しの商品、お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様の役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は2月4日の土曜日ということですね。大阪の堺は晴れ時々曇りということで、最高気温が10度、最低気温がマイナス1度、降水確率 10% で出ますけども、今日はちょっと外ね、いい天気ですね。もう晴れでカラッと晴れてますけども、ただちょっと 朝晩はね、すごい寒いですね。もう皆さん風邪や重症ね、インフルも流行ってますので気をつけていただきたいなと思います。昨日は節分ということですね。最近ちょっと豆まく人ちょっと減ってるんかなと思いますけど、ね、やっぱり応援の免許を持って、お庭は外、服は欲しいみたいなね、やっぱ風情があるね、ことですね。楽しんでいただけたのかなと思いながら、はい、今日を迎えていますので、本日もですね、制服のですね、中学校制服の制服サービスの方、受付しております。ご予約の方もいただいておりますので、飛び込みで来た方はまた順番にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。であとは、在校生の方で、追加購入や、購入いただいた制服の修繕等もありましたら対応いたしますのでお願いいたします。あと小学校のですね、新入生の方、帽子とかエプロンとか靴とか体操服とかですね、こちらの方も購入で、またご不明なことありましたらご対応しますので、よろしくお願いします。あとですね、会社制服の方の対応もしてますので、よろしくお願いいたします。ですね、本日の方もですね、営業時間は10時から7時までの営業時間となっております。あと玄関の方にですね、消毒液を置いてますので、ご入店の際はちょっとね、ご協力いただけたらと思います。本日もですね、土曜日日曜日ということですので、皆様の一日が素晴らしい一日になるように、祈りながら、本日も、皆様のご来店をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。